湯島天満宮は東京都文京区湯島三丁目にある神社。旧社格は府社で、現在は神社本庁の別表神社。神門は加賀梅鉢門。旧称は湯島神社で、通称は湯島天神。古来より江戸、東京における代表的な天満宮であり、学問の神様として知られる菅原道真子を祀っているため、受験シーズンには、 多数の受験生が合格祈願に訪れるが、普段からも学問上就や修学旅行の学生らで非常な賑わいを見せている。また、境内の梅の花も有名で、この地の梅を歌った不敬図の歌は、千中寺の歌として大ヒットした。境内の約300本の梅木のうち、約8割は白梅である。社殿によれば、有力天皇2年1月、 雄略天皇の勅命により天の田力かの命を祀る神社として創建されたと伝えられている。南北朝時代の昭平十年、住民の誓願により、菅原道真を勘定して合祀した。この時をもって正式な創建とする説もある。当の湯島天満宮では458年創建としている。歌川広重徳川家康が江戸城に入ってから、 徳川家の崇敬を受けた。江戸時代には多くの学者、文人が訪れ崇敬を集める一方、教皇期には富寺の工業が盛んになり、庶民に親しまれた。明治5年近代社格制度において豪社に列し、明治18年に婦社に昇格した。平成13年、神社本庁の別表神社に指定された。平成12年3月31日、 ゆ島神社から、ゆ島天満宮に改称。一仏マ小井神社、三河稲荷神社と、宇治子地域が重複する。ありがとうございます。